日本語能力試験懲戒 N21 回目これから懲戒試験を始めます。メモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。 問題 1, 1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。1番 1> 会社で女の人と男の人が話しています。女の人は箱に何を入れますかあ、就職説明会の準備 手伝おうか。いるものを段ボールに入れればいいのね。あ、助かるな。配布資料はもう入ってるから。わかった。あと、アンケート用紙はあ、そうだった。それと、その時に使うペンね。受付で使う名札もよろしく。今年は記念品配らないの去年はシールだったよね。うん。あれはあんまり使ってもらえないから、今年はファイルにするって。 それは配布資料と一緒にしてあるから女の人は箱に何を入れますか二番市民サッカークラブの担当者が話し合っています男の人は 今日送るメールに何を書きますか中川さん、あさっての練習試合のこと、もうメールしてありますか場所が変わるってこと。間違って総合グラウンドの方に行かれる方がいたら気の毒なので。はい、月曜日にメールしました。あ、でも今度の場所は駐車場がないんですよね。忘れてました。じゃあ今日、それをお知らせするついでに、 時間ももう一度確認した方がいいでしょうかうーん。開始時間はそのままだから大丈夫ですよ。でも、試合が終わったら練習場で新しいコーチの紹介とお疲れ様会をするから、終わる時間が5時頃になるってことも先にお知らせしておいた方がいいでしょうね。ああ、それはもう月曜日のメールで。男の人は 今日送るメールに、何を書きますか。三番。男の人が、先輩に。フリーマーケットに必要なものについて聞いています。男の人は、これから何を準備しますか。フリーマーケットで物を売るの、初めてなんですが。 他に必要なものがあったら教えていただけますか売るものは一応ここにまとめてあるんですけど。えっと、まずは、これみんな並べるんだから、下に敷く大きいシートがいるね。毛布ぐらいの大きさの。わかりました。値札はもうつけてあるね。あと、これ、お金を入れる袋だよね。あ、お釣り用意してあるこれぐらいで足りるでしょうか もっと細かいお金がないと。あとこの紙は何ああこれは包む紙です。うーんどっとお客さんが来ると包んでる時間ないかもしれないよ。ポンと袋に入れてすぐ渡せるようにした方がいいんじゃないかな。袋は大小できるだけたくさんあった方がいいね。じゃあこんなレジ袋でいいでしょうか。うーん紙袋の方が喜ばれると思うけど。 わかりました。男の人はこれから何を準備しますか ?4 番旅行先のホテルで男の人と女の人が話しています。男の人は今から何をしますかああ、今日もう帰るんだ。旅行楽しかったね。うん。 帰りの電車まではまだ時間あるからさ、それまで何しようか。まず、公園、どうかな。でも、天気あんまり良くないからね。確かに。あ、でも、公園の中に美術館があるよ。ここいいんじゃないそれより、僕はやっぱりあの海。最後にもう一度見たいな。それと、昨日閉まってた店。海は公園の三つ先のバス停でしょ 私だけ公園前で降りるから、ちょっと足を伸ばして見てくれば昨日の店は駅前だったから、後で電車に乗る前に一緒に見ようよ。うん。じゃあチェックアウトして、フロントに荷物預けて出かけよう。ん駅で預けたら公園方面へのバス、駅からだし。そうか。じゃあそうしよう。男の人は、 今から何をしますか ?5 番女の学生が男の先輩に仕事の見つけ方について聞いています。女の学生はこの後まず何をしますか私も。 卒業までもう一年ちょっとなんで就職活動を始めてるんですけどどうやったら先輩みたいにいい仕事が見つかるのか教えていただけませんかうーん。僕の場合ちょっとでも興味があったらその会社に行ってみたりしたよ。そこで働いている人が楽しんで仕事をしているかどうかわかるし先輩がいれば実際に話を聞いたりするのがいいよ。僕もそれで先輩に会って会社を案内してもらったんだ。 へえ、先輩がいない場合は先輩がいなくても会社に行ってみてもいいんですか興味があるなら問い合わせてみればいいんじゃないそうですね。そうしてみます。あと、やっぱりどんな仕事があるか調べたり、自分がやりたいことをちゃんと整理したりした方がいいよ。はい。それは一応やってるんですけど。女の学生は、 この後、まず、何をしますか問題2問題2では、まず、質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから、話を聞いて。 問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。1番 1> 男の人と女の人が話しています。女の人はどうして残念がっていますか それ、川端竜兵の新しい小説そう。でもがっかりなの。えすまんないのそれがね、昨日、これを買うと、川端竜兵がサインしてくれるっていうのを聞いて、その本屋に買いに行ったの。へえ、じゃあ、サイン、もらってきたんだ。なんでがっかりなの川端さん、あんまりかっこよくなかった彼じゃなくて、ファンの人がね。 ひどいっていうか、なんていうか。サインを待ってる間に、もう読んできた二人連れがね、小説の内容について、あれこれ話してるの。それが聞こえてきちゃって。えじゃあ、最後の結末まで分かっちゃったのうん。先がどうなるかわからないから、面白いのに。ああ。女の人は、どうして残念がっていますか 2>, 2番先生が日本語のクラスの活動について話しています先生はこの活動の一番の目的は何だと言っていますかこのクラスではあるテーマについて 賛成か反対かに分かれて日本語でディスカッションをする練習をします。学校の外であまり日本語を使わないという人にも日本語を話すいい練習になりますよ。ディスカッションを始める前に意見を言う時のいろいろな表現も勉強しますからしっかり練習してくださいね。ですが何と言っても意識してほしいのはディスカッションを通じて 感情的にならないで相手の話を聞き自分の意見を言うことです。そうすることで意見が対立した時のやりとりの方法とか本当の意味でのコミュニケーションの仕方などが分かってくると思います。さらに後で反対か賛成かの意見を述べるレポートの書き方なども指導していきますので頑張ってください。先生は この活動の一番の目的は何だと言っていますか ?3 番会社で女の人と男の人が話しています。イベントを行うかどうかどうやって決めますか 部長、確認なんですが土曜日のイベントやるということでいいでしょうかうーん台風が近づいているんだよねちょうど土曜日ごろ来るらしいよえー、っとあと3日だな今は荒れそうもないけど予報を見てみないとわからないな当日台風が来てたらもちろん中止だけどやるかどうか明日の朝には決めてしまわないとね 明日ですか。一応、雨でもできるように準備してあるので、強い雨じゃなければ大丈夫だと思いますが、それに、予報通り強い台風が来るかどうかもわかりませんし、せめて、中止を決めるの、前の日ではいけませんか警報が出ていれば中止ということで。うーん、警報って直前にならないと出ないんじゃないのやりたい気持ちはわかるけど、 直前になってからじゃ連絡なんかも困るだろうしね。わかりました。イベントを行うかどうかどうやって決めますか ?4 番。男の人が外から自分の会社に電話をかけて話しています。男の人はどうして会議に遅れますか もしもし、営業部の鈴木です。お疲れ様です。あ、鈴木さん、上田です。お疲れ様です。あの、3時からの会議のことなんですが。はい。実は今、お約束があったお客様のところに、商品を持って伺っているんですけど、担当の方がご不在なんですよ。あ、そうなんですか。約束をお忘れだったとかそれが、電車が止まってるらしくて、 外出先からお戻りにななっていないんですちょっと打ち合わせが必要なんで商品だけ置いて帰るわけにもいかないんですよわかりましたそういえば佐藤さんからも電車が止まって戻ってこられないって連絡がありましたあと20分ぐらいで動きそうだってことでしたけどあそうですかじゃあできるだけ早く車の方に戻りますのでよろしくお願いします 男の人はどうして会議に遅れますか5番テレビで女の人が話しています。女の人は着ない着物についてどんな提案をしていますか 皆さん、長い間、タンスにしまったままの着物をお持ちじゃないでしょうか。もったいないですよね。そこで、思い切って別のものに作り直してみるのはいかがでしょうか。意外に簡単ですよ。眠っている着物の使い道といえば、将来、お嬢さんに着てもらおうって考えている方もいらっしゃるでしょうね。本当にいいものは、そうした方がいいかもしれませんが、誰も着ないままで、 長い年月しまっておくのも難しいものです。欲しい人に譲るという方法もありますが、やはり思い出がある着物だと手放すのは惜しいですよね。縫うのは苦手という方もいらっしゃるでしょうが、着物は元は四角い布ですから、スカートや袋など四角のままを生かしたものにすればいいんです。これなら誰にでもできますよ。 作り直してくれる専門の店もありますけど、安くはないですしね。女の人は着ない着物についてどんな提案をしていますか ?6 番家で男の人と女の人が話しています。女の人が 今まで健康診断を受けなかった理由は何ですか明日は会社の健康診断かそういえばあれ家庭の主婦は健康診断ってないよなあることはあるみたいよ 保健所とかで成人健康診断っていうのをやってるようよ。えどうして受けないの受けた方がいいよ。そんなに高いわけじゃないだろうーん。お金よりもね。私、健康そのもので悪いところないし。何言ってるんだ。ちゃんと見てもらわなければ健康かどうかわからないじゃないか。申し込み、僕がやっておこうか。それはね、通知が来てたから。 事書いい出せばいいだだけけなんだけどじゃあ今年からはちゃんと受けなくちゃどんな病気も早く見つかれば治ることが多いんだから安心していたらダメだよ女の人が今まで健康診断を受けなかった理由は何ですか問題3。 問題3は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず、話を聞いてください。それから、質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。1番。1> テレビで女の人が話しています。最近の若い人は、 方言を好んで使う傾向があるようです。特に面白いのが、自分がその地方の出身でなくても、その方言が面白ければ取り入れていって、友達同士のコミュニケーションをスムーズにするための仲間言葉として使うという考え方です。ですから、東京出身の若者が関西の言葉を混ぜながら話すということが起こるのです。例えば、なんでやねん。 というのは、どうしてだよという意味の関西の方言ですが、全国の若者に使われています。これは友達との間の真面目すぎる雰囲気を崩し、親しみやすさを表すためだと考えられます。女の人は何について話していますか ?1、若い人の友達との接し方。2、 関西の方言の、なんでやねんの意味。3. 地方出身者の方言の使い方。4. 仲間同士の言葉としての方言。2>, 2番。学校で、先生が女の生徒に話しています。あ、山下さん、ちょっと頼みたいことがあるんだけど。 何ですか山下さん、木村さんと家近かったよね。ええ。歩いて1分ぐらいです。そう。今日ちょっと寄れるこのプリント、できれば今日中にお家の人に見てもらいたいんだけど、木村さん昨日からお休みだったから、悪いけど頼むよ。これ。ああ、このプリントですね。わかりました。木村さん、風邪ですかうん。木村さんにお大事にって伝えて。 それじゃあ、よろしくな。はい、わかりました。先生は、どうして生徒に声をかけましたか ?1、生徒の住所を確かめるため2、2> 生徒の欠席の理由を聞くため 3>, 3、お見舞いの言葉を伝えるため4、プリントを渡してもらうため 3番。スケート選手が話しています。私は子供の頃はスピードスケートをやっていました。でも、スピードスケートは誰が速かったか数字で決めるので、速さだけに頼るというのに限界を感じるようになりました。でも、フィギュアスケートは技術力と美しさで勝負するものですから、その人のスケートが綺麗かどうかということは、 人によって評価が変わりますし、私自身の気持ちが入っているときは高い点がもらえるんです。ですから自分を表現するという意味で満足感もあります。それに着る服や音楽もとても綺麗で、そこからその選手の性格や国の文化がわかるのも楽しみの一つですね。スケート選手は 何について話していますか ?1、1> スピードスケートを始めた理由 2>, 2、スピードスケートに必要な要素3、フィギュアスケートの評価方法4、フィギュアスケートの魅力4番、テレビ男とが 最近は結婚の申し込みや大きな頼み事などの大切な話を直接言うよりもメールで伝える方がいいという若い人もいるようです。なぜ顔の見えないメールの方がいいのでしょうかゆっくり会う時間がない。話すのが苦手で書いた方がうまく伝えられるという人もいるでしょう。しかしもっと積極的な理由もあるようです。言葉は 言ったらすぐに消えてしまいますがメールは後から何度も読み返すことができてしっかりと残りますそれでメールの文章は責任のある言葉だと感じられるようです男の人は何について話していますか <S ?1, 1 <S 結婚を申し込む時の手段 2, 2大切な話にメールを使う理由3 メールの長所と短所。4. メールの文章の書き方。5番。講演会で先生が話しています。日本では、ご飯という言葉が白い米だけでなく食事そのものを指すことからもわかるように、昔からたくさんの米を食べていました。 それが1950年頃からアメリカなど外国から様々な食べ物が入ってきて米の消費量はぐんと減り肉や乳製品を多く取るようになりましたそれに伴って料理法も変化したため多くの油を使うようになっていますまた生活スタイルの変化により食事の時間が平日と週末で違う 家族揃って食卓を囲む機会が減るなど、食事の中身だけでなく、食事の取り方も昔とは大きく異なっています。この講演会では、このようなことをお話ししたいと思います。この講演会のテーマは何ですか ?1、日本人の食生活の変化。2、 1950年以降の食事の内容。3、日本人がとっている栄養。4、外国から入ってきた料理の特徴。問題4。問題4では、まず文を聞いてください。それから、それに対する返事を聞いて。 1>, 1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。1番。お忙しいところすみません。ご相談したいことがあるんですが、今ちょっとよろしいでしょうか。1。ええ、お構いなく。何でしょう。<S 2, 2。ええ、どういたしまして。何でしょう。3。ええ、構いませんよ。 何でしょう 2>, ?2 番最初は引き受けなきゃよかったかなと思ったんだけど 1, 1やっぱり引き受けない方がいいでしょ 2, 2やっぱり引き受けたらよかったでしょ3やっぱり引き受けてよかったでしょ 3番。どうもすっかりご無沙汰してしまって、お変わりありませんか ?1。1> ええ、ご苦労様です。2。ええ、ごめんください。3>, 3。ええ、相変わらずです。4番。あの、できたらこの荷物、 ここで夕方まで預かっといてほしいんですけど。1。そうですか。じゃあ、よろしくお願いします。2。わかりました。何時に取りに来ますか ?3。じゃあ、できたらご連絡します。5番。この間お話ししたもの、実物をお持ちしたんですが、 1, 1. あ、もう拝見しましたよ。2. 2え、もうご覧くださいましたよ。3. ええ、もうお見えになりましたよ。6番。あれそれ持ってっちゃっていいんですか 1. うん、すごくいいんじゃないかな。2, 2. うん。 持ってっちゃったよ。三。うん。持ってってって言われたんだ。七番。今日はうっかり、いつもの電車に乗るところだったよ。一。ああ、あそこから乗ったんだね。二。間違えてたら大変だったね。三。ええー、いつものに乗っちゃったの 8番。この仕事、私にやらせていただけないでしょうか。1。1> あ、そうですか。じゃあ、差し上げます。2>, 2。はい、そうですね。じゃあ、お疲れ様でした。3。わかりました。じゃあ、お願いします。9番。英語の勉強。 し直そうと思ってるの。書くのはともかくとして、会話ぐらいはね。1。そうだね。書く練習は必要だよね。2。そうだね。話せると楽しいもんね。3。そうだね。会話なんて勉強しなくてもね。10番。えタレントになりたい 笑わせないでくれよ。1、い,いえ、大真面目よ。2、2> い,いえ、笑ってなんかいないわよ。3、い,いえ、すごく面白いのよ。11番、これ、使ってもらえるとありがたいんだけど。1、え、本当にいいんですか じゃあ、遠慮なく。<S 2, 2。ええ、どうぞ。よかったら、これもいかがですか ?3。どういたしまして。もう使わないものなんで。問題5。問題5では、長めの話を聞きます。1番。まず、話を聞いてください。それから、 質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。クラスで生徒2人と先生が話しています。先生、ちょっといいですか何ですか、植田君。あの、こんな風に机と椅子を丸く並べるの良くないと思うんですよ。黒板見るとき首をねじらなきゃいけないんで。 首が痛くなってしまうんですうーんこの授業は話し合いが多いからねこうすれば先生も園の中に座って参加できるしみんなの顔が見られていいと思いますけどこうすると授業中寝る人もいなくなりますしですけどおしゃべりが多すぎますよ勉強の時はちゃんと前を向いてやった方がおしゃべりしている人もみんなで注意したらいいと思います 勉強の仕方にはいろいろなスタイルがあるんだよね。お互いに話し合うことで理解を深めていく勉強スタイルもあると思うよ。みんなが前を向いていたら意見が言いにくくなるんじゃないかな。そう思います。私もこの方が話しやすいです。先生の話を聞くだけじゃなくて自分たちで問題点を探していくことも必要だよ。先生が 机と椅子を丸く並べる一番の理由は何ですか ?1、授業中寝ている人を見つけやすいから <S 2, 2、喋っている人を注意しやすいから3、生徒同士でいろいろ話し合ってほしいから4、先生も話し合いに参加したいから 2番。2> まず、話を聞いてください。それから、2つの質問を聞いて、それぞれ、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。日本語学校で先生が話しています。明日は、教室での勉強ではなく、実際に街に出て、日本人と話をします。四つのグループに分かれて、 それぞれ違う立場の人に会って話をしてきてください。テーマは挨拶についてです。A グループは商店街に行ってお店の人と話をしてきてください。友達とお客さんとでは挨拶が違うかもしれませんね。B グループは公園に行って子供を遊ばせているお母さんたちに話を聞いてください。お母さんたちは毎日子供と話す時間が多いですよね。 そんな中で自分も子供みたいな話し方になることはないかというのは面白いテーマですよ。C グループは市民会館へ行ってお年寄りと話してみてください。昔と今とでは挨拶に違いがあるかどうか聞いてみても面白いですね。D グループは近くに専門学校がありますからそこの学生さんに聞いてきてください。友達同士の挨拶とか今の流行の挨拶は何か。 皆さんも興味があるでしょう今日は好きなグループに入って明日どんな質問をするかグループの人と相談してくださいどうしようかなやっぱりいつか自分も同じ立場になるからママさん言葉かなあでもおじいさんやおばあさんたちとも話してみたいから迷うな僕は何と言っても同世代の人がどう話すか興味があるね。 でも、学生言葉ならこれから先たくさん聞くんじゃないのそれもそうだねじゃあ将来日本で働くことを考えて店のおじさんたちと話をしてみるかな私はやっぱりこっちかな女同士なら話もしやすいし子供のことなんかも聞きたいし質問1 女の学生はどのグループに入りますか質問2男の学生はどのグループに入りますか you <sighs>